ありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます内山沙耶と申します。毎年このお席ご一緒させていただいているんですけれども、皆さん毎週日曜日小国町にあります全然からない小国でパーソナリティをしております。日曜日放送中のサンデーニュースステーションでパーソナリティを務めさせていただいております。ご縁で皆様とご一緒させていただいております。今年も雪を溶かすぐらい皆さんと温かい空間を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。インフルエンザとかいい形でなかなか少しも少なくなりました。ゴミゴミ会は、昭和25年に発足しまして、今回は69回目になります。それでは第69回在留小国法人会総会並びに懇親会を開催いたします。最後までごゆっくりお楽しみください。よろしくお願いします。なおどうぞ役員の皆さんも一緒に壇上にお上がりください。ちょっと当該たちと時間が経ってますけど、新しい年を迎える気持ちは全く変わりません。そして高いところからですけども、皆様のお顔を拝見いたしますと、懐かしい方々がたくさん元気にご出席いただいております。私はこの会が出席をお願いしますということを、私時々裏の側、あれ静川っていうんですか、私たちは裏ん側っていうと言いましたが、その裏ん側に行って一時の僕たちの喧騒が亡くなってから一人またちょっと引き返しました。ありがとうございました。それでは鶴田会長はお席へどうぞ。そしてまずは副会長、北里小学校卒業の田代公幸。田代です。よろしくお願いします。同じく副会長、星和小学校卒業の井健太郎。よろしくお願いします。宮原地区担当は宮原小学校卒業の4名でございます。時松清子。小手川勲。よろしくお願いします。千原照夫。よろしくお願いします。地区担当は宮原小学校卒業の北里公子。どうぞよろしくお願いします。北里西里地区担当は副会長の田代が兼務しております。下城地区担当は下城小学校卒業の伊勢里鈴香。黒淵地区担当は宝来小学校卒業の穴井和夫。中原地区担当は中原小学校卒業の村上義弘。村上です。満願寺地区担当は満願寺小学校卒業の佐藤正信。おはようございます。なお本日の皆様お手元のプログラムの表紙のイラストは佐藤が描かせていただいております。続きまして赤羽担当は防中の積水小学校から小国中学校卒業の畑野陽平。ちょっと受付の方に、はい、受付の方におります。さあ以上が壇上におります役員ですが、役員受付に今いるものもおりますので、後ほどまたご紹介させていただきます。それでは役員の皆様はお席へどうぞ。こんにちは、お世話になります。南小国町長、高橋修司様。はい、ございます。
会議長渡辺誠二様。お世話になります。よろしくお願いします。南小国町議会議長平野昭夫様。お世話になります。小国町教育長麻生博文様。はい、明けましておめでとうございます。南小国町教育長岩切明弘様。はい、よろしくお願いします。南小国町商工会長井上浩一様。はい、どうもよろしくお願いします。小国町総務課長小田信義様。よろしくお願いします。南小国町総務課長木山昭彦様。よろしくお願いします。熊本県議会議員河津修司様。はい、よろしくお願いします。熊本市議会議員藤岡照代様。はい、よろしくお願いいたします。在友阿蘇ふるさとの会長北里俊明様。はい、おめでとうございます。以上の皆様方です。本日は誠にありがとうございます。今日はたくさんの方に、皆さんのおかげでですね、本ができました。で、在友小国法人会が70年を来年迎えます。で、その前に、まあ、何かな呼びかけるものはということと、まあ、私90歳になりましたので何かの記念にという、この2つの意味を持ちまして、本を上司することができました。で、最初の方からですね、出筆された方々にご案内したらどうかというようなことで、ご案内申し上げましたところ、今日いろいろな都合でご出席できない方もございましたが、この、ね、3名の方が、ご出席していただいております。学習されましたが、そのことで、出席していただいております。それから元西先生、西里小学校のことを書いていただいております。この本につきましてはですね、ございました。それではここで来賓の方々を代表いただきましてご挨拶。ただいまご紹介をいただきました南小国町長の高橋でございます。本日は在友小国法人会がこのように多くの先輩方に、皆様方にご参加いただき開催されますことを心よりお喜びを申し上げます。また本日は北里町長、また河津先生の方もご出席ですけれども、ちょっと最初に挨拶をさせていただくことをご許しいただきたいというふうに思います。そして先ほど登壇されました役員の皆様方にはこの会をするためにいろいろな準備をしていただきました。心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。まずは先ほど梅木先生の本のお話がございました。戦後小国号の社会情勢と教育ということでご執筆をいただきました。小国号のその昔の風土だったりとか精神だったりまた文化だったりとか教育がどうあったのかとか、そういった内容が赤裸々に綴られております。私たちはそういったものを、気づいてきたものを、先人たちの方々がしっかりと築き上げたものをしっかりと守り、そして次の世代につなげていくといった使命があるというふうに考えております。そういった中では私も植木先生の本をしっかりと読み込ませていただきながら、これからの南小国町、また小国町、そういったところを考えていかねばならないというふうに感じているところでございます。現在、地方創生と言われて久しいんですけれども、そういった中でいかに
町の色を出すのかっていうのが一つのもう一つの使命だなというふうに考えております。そういった中では例えば小国町であれば SDGs 未来都市だったりとか環境モデル都市だったりとかそういった部分での色があり、また南小国町では少しでも挑戦する人間を増やそう、タレビを増やそうということでローカルベンチャー推進事業だったりとかそういったものを活用しながら今町の色を出していこうといった取り組みをさせていただいております。もちろん小国町、南小国町だけではできない、一つの町だけではできないことも多々ありまして、例えば小国高校の問題だったりとか病院の問題だったりとか観光の問題、そういったものに関しては両省で連携しながら今作業を進めさせていただいております。これからは財政も厳しくなったりとか人手不足があったりとか、そういった中ではさらにその連携というものを加速していかねばならないというふうに考えているところでございますので、ぜひともお隣同士でもございますし、しっかりと小国GOという名称でも呼ばれております、しっかりと連携しながら、また課題や情報の共有をしながら、これからも一緒になって切磋琢磨すべきところは切磋琢磨しながら、また連携すべきところは連携しながら、この小国号をしっかりと守り、そして次の世代につなげてまいりたいというふうに思います。今日は本当に多くの先輩方にお越しいただいております。後で、お席を回していただきながらまたいろいろなお話を頂戴したいというふうに思いますし、私は昨日も飲み会でした。ちょっと飲みすぎてちょっと気持ちが悪いんですけれども、しっかりと飲ませていただきながら皆様方の先輩方のお話をしっかりと聞かせていただきたいというふうに思います。残念ながら今日はちょっと2次会はいけません。ですので今日は1次会でしっかりとお杯を組み交わさせていただければというふうに考えているところでございます。結びになりますけれども、本日ご臨席の皆さん方のご健勝とご多幸、そして2019年が皆様方にとりまして明るい1年となりますことを心から記念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。ただいまご紹介いただきました小国町長深澤でございます。新年改めまして明けましておめでとうございます。またよろしくお願い申し上げたいところでございますが、まあ、先ほど会長さんもおっしゃいましたように、まあ、その後ちょっと後でまた触れます。ただいま高橋町長からも小国町についても触れていただきまして、ね、温かみのある気を使っていただいたご挨拶ありがとうございます。でも本当に仲が実は良くてですね、私が羨ましいと思うのはお酒が強いんですよ。で抜群に歌もうまくてですね、もう社交性もあってですね、なんか少しでも近づきたいなと思っております。第69回の小国防人会の、まあ、総会懇親会ということであります。あと1年で、まあ、記念すべき70年ということであります。先ほども地方創生というセリフが出ましたけども、やはりなかなか人口減少に歯止めが少し緩やかにはなっておりますけど、かかりません。まあ、両町とも移住定住にも力を入れておりまして、南小国さんはやっぱり、関係人口を増やそうということで、さまざまな先ほど言ったローカルベンチャーの動きなどもされております。ただ、なかなかそれだけでは人口減少止まりませんので、やはり小国防人会さんの、もしくは小国防にゆかりのある方々の将来にわたってのお支えがやっぱりぜひ必要でございます。冒頭の会長のご挨拶で、やはり脈々とこう心に刻む自然の豊かさ、皆さん方がお子さんの時にですね、杉木立の中や先ほど川で遊ばれたり、牧野の草原の中でとか、まあ、いろいろな条件を浮かぶことだと思います。私たち医療庁のトップ、まあ、議会関係もそうですが、考えなければいけないのはこの自然をいかに後世まで残して、そして住みよい町を持続し続けるか、まあ、ここがポイントだというふうに思います。高橋氏少し触れていただいた小国町の今目指すべきところをちょっとアルファベットの3文字で分かりにくいんですが、 SDGs という概念で未来都市というのでちょっと進めておりますが、これは国連がですね、世界でちょっと進めている誰しもが住みやすい、そして持続し続ける生き方をしようということで、まあ、発展途上国さんの方々の部分も気を使いながら国連が進めていること、日本では内閣府が主に進めておりますが、
小国町が地熱資源があります。で南小国町さんもそうですが、森林資源も多くございます。でその地熱と森林を使って持続可能な町づくりを進めていこうということを目指しておりまして、エネルギーも再生可能エネルギーを推進したい、そういった動きをしております。とにかくそういった自然を守りながら、でいつまでも住み続けられるようなこの国語にしていきたいと、重ねてなりますが、皆さん方のご協力をですね、さらにお願いをしたいと思います。さて、じゃあここからが瀬川会長から、私多分去年もここで行ったんじゃなかったですか。もう一昨年のですね、一昨年の12月にもなります。会議の表明をさせていただきまして、その狙いは、これは小国町に限ったことですが、新しい風をですね、入れたいということで、もう次の統一地方選には出馬しないというふうに思っております。ただ先に私があります。ありがとうございます。佐藤様、ありがとうございました。次に熊本県議会議員河津修二様にご挨拶をお願いいたします。皆様、改めましておめでとうございます。ただいまご紹介に預かりました、熊本県議会議員をさせていただいております、河津修二でございます。今日は、小国豪人会が盛会に開かれましておめでとうございます。実を言いますと、私も今日は家の方から来たんですけど、雪がだいぶ降っててですね、まだ今も降ってるそうですけど、来れるのかなと心配しておりましたが、私はもう大観峰から浅間市の方へ降りてきましたけど、ミルクロードの上の方は、だいぶなんか事故が出たとか、そういったことで、今度は帰る方が心配な面もありますけど、私はちょっと今日は夜は西原村で開店祝いがあるもんですから、それまで帰れなくてですね、無事帰れるのかなとちょっと心配しております。さて、私も県会議員になりましてもう4年が経とうとしております。早いものだなとつくづく思っているわけですけど、もういよいよ今年は改選の時期ということでありますが、私が県会議員になって1年目の時にようやく少し慣れてきたかなと思うときに熊本地震で大変な被害が、小国町も南小国町も少しは被害が出まして、やはり、前回の家だったり、少し怪我された方もおられたんですけど、同じ阿蘇ではやはり、南阿蘇村西原村が大変な被害で、そして国道57号が、普通になって今もまだ通っておりませんけど、今日の新聞にようやく、あそこの二重の峠のところ下を、トンネルを掘っておりますけど 3.7 キロ、これがようやくこの23日に貫通すると、あの穴が、両方から掘ってようやく焦げて、ようやく通ったということにしていただきます。おめでとうございます。河津様、ありがとうございました。続きまして、在留阿蘇ふるさとの会長北里俊明様にご挨拶をお願いいたします。皆様、明けましておめでとうございます。ただいまご紹介をいただきました、阿蘇ふるさとの会の会長を務めております、北里でございます。本日は69回の小国豪人会、鶴田会長を先頭に、本当素晴らしいたくさんの方がお集まりになりまして、こういう会が開かれますと心よりお喜びを申し上げます。でまた緑色のジャンパーを着ておられる皆様は本当に小国語を象徴するような緑で素晴らしい、色 の、 ジャンパーで、頑張っておられます。
本当に皆様の日頃の努力によりこういう素晴らしい会が続いているんだと、心より敬意を表する次第でございます。私自身私の祖父が北雄平といいまして、まあ、町長をさせていただいたり、あるいは阿蘇ふるさと会の阿蘇合人会というのの会長とか会の会長もさせていただいたと思うんですけれども、私自身は市内で生まれておりますので、ただ本籍はですね、阿蘇郡大海町大沢北里2465という名前をですね、もう子供の時からずっと書き続けて70歳になるまで書き続けております。で、今日息子も来ておりますけど、息子はアメリカで生まれたんですけど、本籍は阿蘇郡大海町大沢北里2465でございますし、で孫も東京で生まれたりしておりますが、全員本籍は国にしてございます。もうこれ孫末もうずっと子々孫々ですね、お国を本籍地にさせたいと思っております。それほどお国というところは本当素晴らしいところで、私もさっき鶴田会長おっしゃったようにいましたけども、川でですね、北里の川のところで、まあ、よく夏は行って泳いでたんですけども、水の量も多くてですね、あそこで泳ぐのは本当楽しみでございました。お祝いの言葉にさせていただきます。どうも本日はおめでとうございます。手元に、文書として渡しておりますので、これを見ていただきます。皆様、1年ぶりの再会でございますけれども、県議にここに小三州の皆様とお会いできまして、心から嬉しく思っております。大先輩がたくさんいらっしゃる中でございますけれども、一年でありますので、ご乾杯のほどを伺わせていただきます。もう皆様喉が渇いたという顔していらっしゃるので、ご挨拶はぜひさせていただきますけれども、北里と町長が本当に素晴らしいということで、私も5期20年させていただきまして、女性の副議長もさせていただきまして、また審査の時は本当に女性の目線でお仕事もさせていただきまして、今回4月いっぱいで入隊をさせて、一緒に入隊されるということになりましたので、今日はますますこの会が発展をするように、いかに皆様に来ていただくのが大事かということで、今日私も友達を連れてきましたのでですね、皆様が次の時には一人手をつないで来れるようなこの合人会にしていただければと思っております。じゃあ話はもうこのくらいにいたしまして、乾杯の運動を取らせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは皆様よろしいでしょうか。それでは来年のまたお国合人会に向かって、さらなるご健康ご健勝を記念いたしまして、乾杯。ありがとうございます。はい、藤岡様、どうもありがとうございました。発表した皆様が登場しております。実は南小国町安安寺大木地区から大木大踊り保存会の皆さんが総勢35名でこの国合人会総会のために駆けつけてくださいました。さあ、大国地区はこの安安寺温泉と小田温泉の中間にある地区なんですけれども、古くから受け継がれてきた盆踊りを継承されていらっしゃいます。大木地区は昔から初盆の家で岩崎で踊りを踊り続けていらっしゃいます。今日は総勢30名を超す大木盆踊り保存会の皆様いらっしゃっております。それでは盆踊り保存会の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。旦那は戦死して、いや、思ったのか、ごめんなさい、分かりました。
皆さん、こんにちは。私たち、ウナギウニから参りました、大木盆踊り盆踊会でございます。この度は、本当に盆踊り会その辺に、大木盆踊り出演の機会を受けまして、それで、盆踊り盆踊会から32名、こちらにお邪魔になっております。よろしくお願い申し上げます。ご本人ごにご出席いただきましてありがとうございます。いや、ご本人の方をご出席いただきます。ご本人ご本人からですね、神の国に立ち万願寺ご本人地区にから伝わります、不要なご本人でございます。8月13日ご本人ですね、ご本人地区に私がございましたら、ご臨館の方にお招きいたしまして、それで不要な踊りをするわけでございます。この会の方々、またご本人に踊りに入っていく方も一緒になっていただきたいと思います。またご臨館の方もございますけれども、その時は
Thank you.
Thank you.
僕は辛いから全然わからん。皆さんお手元抽選券ね用意してくださいね。さあ、各補助中ラストお一方は1番吉野さん、この入りないの映ってる、これも映ってる、あ、はい、60番の方いらっしゃったら手を挙げて教えてください。60番、いらっしゃいますか。はい、おめでとうございます。これどうするんですか。20の方いらっしゃらなければ別の方にお渡しいたします。分かんないです。来年はですね、先ほどから会長からも話がありましたように、70周年でございます。私どもですね、いろんな企画を今からやっていきたいと思いますが、会員の皆様方がですね、後々記憶に残るような、なんかそういうことをですね、企画をしてみたいというふうに思っておりますので、またいろいろご相談をさせていただきながら、やっていきたいと思っております。それから会員の皆様方にはですね、こういう内容の、なんか企画をされたらいかがでしょうかという思いがございましたら、各地区のさっきご紹介しました、担当がおりますので、
ぜひあのお声を寄せていただきますようにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それじゃですね、最後に昭和でございますので三文字目で締めたいと思いますので、どうぞご起立をお願いいたします。今日のご盛会とそれから、来年の70周年に向かってですね、さらに大国の法人会が発展していくことを記念いたしまして三文字目で締めたいと思います。よーお待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。